で、終わりました。どうですか、完成は、感想は。全体見てね、彼女の話っていうのはね、この人すごい頭のいい人だと思うんですよね。だけど、ただ、ものすごい端折ってて、参加した人は多分わからない。だけど、まあ、それをその、哲学なりのそれなり、資料を読んでればね、彼女の言ってることは、その、コンパクトでわかりやすいとなるのかもしれませんね。どうですか？なんていうんですかね、あんまクリティカルになっちゃいけないと思うんですけど、うん、なんか、ちゃんと、こう、PhD として理論的にこれを説明する立場での発表からすると、うん、なんか都合よく、あれもできる、これもできる、こういう解釈もできるっていうふうに、うん、万能、この考え方は万能だっていう言い方を、しすぎている。うん、というのは、ちゃんとこう、理論的に説明を積み重ねた上でやってるんじゃなくて、質問されたものに対して、ああ、それも取り込めるよとか、そういう考え方も含んでるよ、っていうような受け答え方を、うん、まあ、していると思うんですけど、うん、ちょっと逆にそれがこう混乱を生んでしまうというかですね、そんな感じが、一つはしまして、多分母親の話のあたりから、こうその辺がこう、入り混じってると思うんですけど、うんうん、その社会で自分の置かれた状況を、社会に対して自分をオープンにして、その役割を、何ですか、こう認識するっていうのと、こう、自己を滅却するみたいなのって、うんうん、ずっとそこが、こう、質問の対象になってたような気がするんですけど、うん、なんかこう、ある時は、まあ、それは意味としては同じようなものだと。うん。言い方もし、答え方に、答え方についてはそういう言い方もしてましたし、あるいは、こう社会を認識するのと自分を、こう、なくすのって、両立するのって言ったら、両立すると。まあ、ただ、そのラベリングをしていくっていうのは違うよみたいなことを最後言ってました。うん。うん、この西洋の考え方って、その自分と相手っていうのを多分置いて、それなんでそういう置き方をするかっていうと、まあ、今回のその、このビデオの中で、言っていた中から理解しようとすると、その自分がいて相手がいて、その自分は、自分の周りにある社会にどういうふうに、こう参加して、うん、どうやってこう社会に参画するのかって、パーティスペイティングとか、うん、社会での自分の役割をどう果たすのかみたいな。うん、で、自分が何者であるかっていうよりも、どういうことを通して自分の人生が意味のあるものになるかっていう、その社会のでの役割を多分果たすことで自分の人生がどういう意味を持ってくるのか、そういうことが大事だから自分がいて相手がいてみたいな置き方をしてるのかなと思ったんですけど、うんうん、なるほど。多分それは、それで、あると思うんですけど、その、なんとなく、この、今回言ってる、その、絶対無とか、うん、その自覚とか、そういうものって、西洋の考え方、自分がいて相手がいてみたいなものが、社会の
まあ一般的なこう、ベースになるものになっているというふうに考えた上で、さらに、場合によってはそれをこう、超えて、無我の境地に至って何かに没頭するとか、それによって問題を解決するとか、なんかそういうことが必要だと、なんかそういう、もしかして位置づけなのかなっていうふうに、でもいいのかなっていうふうに感じたんですね。自分を、こう自分と他人を置いて、社会を見るのではなくて、自分を滅却して、すべてをこう捉えなきゃいけないんだっていう、それはそれ結構、しんどいっていうか難しいと思うんですね。あらゆる時、あらゆる局面で、そういう状態を作り出すっていうのはなかなか、それはそれで現実的じゃないのかなと思ったんですけど。何かを乗り越える時とか、何かにこう、取り組む時とか、なんかそういう時には、こう、一点集中してそういう環境を作り出して、ブレイクスルーするとか、なんかそういうような考え方とか、あるテーマをこう広く深く考えてみようという時には、そういうような状態がこう有効だと思うんですけど、日々生活している中でそれやっちゃうと、なかなかこう混乱極まりないかなっていう気もしまして、それをちゃんと整理して、説明してないことがこう誤解を生むというか、最後まで理解を得られなかったことなのかなという気がします。哲学者っていうのはやっぱり自分で考えて、その対象の中で自分の役割とか社会的な位置づけとか、経営者としての立場とかっていうことを考えてる人ってやっぱ基本的にないんだと思うんですよね。だから自分自身の心の中を見ていく。儒学もそうですけど、心の中にどんどん入っていくようなところが多くて、相手がいて、それを抱き込んで実際どうなんだっていう、自他、相手も一脚して、一つになるというようなことを言ってますけども、そこら辺とかどうなんだっていうのは、多分ないんだと思うんですよね。で、結構昨日から朝早く起きて読んでたんですけど、やっぱりそこら辺のところを経営的に明確にその、こういった絶対文を説明している資料ってないんですよね。で、僕はやっぱそれはせっかくここまでね、その一田哲学として考えたんだから、やっぱり自分が一生懸命集中して物事に当たるって自分自身の個人的な視点で、なんか勉強するとかっていうだけじゃなくて、やっぱりその社会としてオープンダソサエティってことを言ってるわけだから、じゃあオープンダソサエティっていうのを見たときに、相手を意識した場合どういうことを考えられるんだろうかっていうことなんですよね。で、儒学でもそうなんですけど、この、二者哲学読んで気がついたんです。儒学でも実は、自分の心を虚しくして相手の意見を受け入れなさいって言ってるけど、やっぱり自分中心っていうか自分自身を、終身って自分自身を見つめるわけですから。で、相手を鏡にして自分を鍛えるということですよね。で、相手の考え方を受け入れて、相手の考え方をどういうふうにするのかってことはあんまり言ってないんですよね。はい、皆さんこんにちは、運野です。今日はですね、運野塾の研修のプログラムをご紹介したいと思います。で、まあこういうふうなホームページありますけれども、ぜひですね、一度中身をご覧になっていただきたいと思います。今日はブーキューブさんのスタジオに来て、まあこの収録をしておりますので、中身はこういうふうになってて、今最近ホットなね、グローバルリーダーの定義など書いております。で、特に経団連が作成しました、まあ、留学すれば英語ができて専門性を持つというだけではですね、グローバルリーダーになれないと、ここに書いてありますようにですね、仕事ができる、専門性を持つ、英語ができるだけじゃなくてですね、私どもの塾ではリベラルアーツということと、それからもう一つは孫子の兵法、さらにはですね、日本の歴史というものを合わせて教えることによって、皆さんが
海外の欧米の方々と、もしくは華僑圏の方々と正々堂々と渡り合えるような人物を育成しようというふうなことを考えています。ここに次のスライドが出ておりますけれども、ここに書いてありますのですね、さらに、私どもの雲野塾の中身につきましてはですね、欧米の資料しか使っておりません。また実際に雲野塾は英語ではやっておりますので、まあ、英語の講師がこう話しておりますけど、学習はですね、日本の歴史をまだ教えてますので、学習の午後はですね、日本のプログラムをしております。で、以前はこれ有料だったんで、今はですね、実際に会場費も取っていただいておりませんで、毎回5000円ということで、朝9時から午後5時までやっておりますので、ぜひ皆さんですね、ご検討の上ご参加いただければと、まあ、英語のできない方もですね、学習の午後こういうふうな検証をしておりますので、ぜひご参加いただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。で、ここにさらにですね、グループ討議とか実務の勘どころを教えるって書いてありますけど、まあ、実際には私が10年ほどですね、欧米の新聞とか雑誌等をですね、集めてきた、もともと英語のベースでございますので、そうしたものをですね、50セッションのテーマに分けて資料作成を接しております。まあ、そういうことで、世界のオペレーションもしくはカントリースクールも含めてですね、しかも世界のトップの方々に対してもいろいろな分析とか洞察をしてですね、議論をしております。そういったことも含めてですね、今後ともよろしくお願いしたいと思います。以上で私の挨拶を終えますが、まあ、今回のこのビデオの収録にあたってはですね、VQ さんのスタジオをお借りしてですね、お時間を頂戴して、まあ、このビデオを作成させていただきました。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。